いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は脇を締めて脇の内側からスイングする方法についてご紹介したいと思います。まずここの手のひらの人差し指の付け根ぐらいにマメができている人はボールの重みを感じられている方です。まず構えた時に人差し指の付け根でボールの重みを感じてください。でこれがまず一つ目です。二つ目はスイングした時に親指をまっすぐすることです。親指が内側に向いてしまうと肘の横から肘が締まったスイングができません。バックスイングした時にボールがブレてしまいます。ですので親指をまっすぐにしてあげた状態でスイングしてあげてください。これが2つ目のポイントです。いい例はこういう感じです。もう一度こういう感じです。悪い例はこういう感じです。親指が内を向いてしまってます。こういう感じです。でこれをボールを構えて人差し指の付け根の中心で重みを感じてプッシュアウェイしてください。そうすることでスイングがスムーズになると思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。